カルビー、神谷、和さん、アムアムアルド、アムアム。毎週水曜日ダイエットの動画を上げてますが、みんな痩せてる？イエーイ。我々アムアムアルドなんですけども、100キロ超のデブが半年で20キロ以上のダイエットをしまして、イケメン集団ということになっています。どこがだよ。イケメンたちがどんな感じでね、巨漢からイケメンに変わったかっていうのをね、今までの体験とかを含めて皆さんにね、ポチャ女子に頑張れっていうエールを送りたい。まあ、1週目が糖質制限の話をして、はい、2週目は糖質制限の時どういう飯を食べてるのかっていうのを、はい、ご紹介していただいて、はい、3週目がその時に訪れる停滞期の話をしていただいて、今回はチートデイとか暴飲暴食とか外食とかダイエット中なのにめちゃくちゃ食べちゃったって日あるじゃん。絶対ありますね。付き合いとかもあるからね。そうそうそう、うん、その時にねやっぱりねもう全員焦ります。はい、正直私なんかはもう一日中その食べ過ぎた次の日とかでずっと検索しちゃってる。食べる前からああもう食う前から、うん、食べる前から食べ過ぎた次の日どうしたらいいとか、ああもう不安なんだ。そう、食べ過ぎた後とか、あうちらは結構不安なの本当。またデブになっちゃうみたいなところがあるから、今まで私が調べたりとかやってきた経験をね皆さんに伝えたいっていうだけなんです。はいはい、食べ過ぎちゃって絶対に後悔するのチートデイの後ね。ダイエット中にってことだよね。ダイエット中にやっぱさ、うん、付き合いでちょっと食べないといけない時があったとか、うん、ちょっともう暴飲暴食しちゃったわっていう、食べた時はさ一瞬なのよ、その後のもうテンパリというか、それをねやっぱりこう前向きに逆に捉えていこう。チートデイとかの次の日ってちょっと胃もでかくなった感じがあるし、もう重たいし、俺なんかより食えるわってなっちゃわない？もうだからその食欲が出ちゃってるから、食べたい食べたいとかあるでしょ。それだいぶ危ないよね。危ないね。その欲はもう本当にやめてください。うん、その食べたい欲はもう本当にやめてください。あ、それなんかどうにかできないですか？いや、それはもうあなたのメンタルでしょ。あなたが食いたい食いたい言ってるから、これは我慢しようよ。もちろんそのチートデイとか暴飲暴食した後の次の日に食べたらもう死です。もうそれは私も応援しません。そんな人はもう応援するわけないでしょ。そんな心の弱い人はそれはもう耐えてくれと。もう基本よ。はい、暴飲暴食チートデイの後にまた次の日食べたいから食べちゃうとかはもう禁止。禁止。当たり前で、はい、昨日幸せだったでしょあなた。昨日幸せだったからいいだろってことね。そういうで食べちゃう人を私は応援してない。そんなやつは知らんと。知らない。そういう人じゃなくて、昨日食べたから今日はもう我慢したいけど、はい、それよりも昨日食べちゃった罪悪感で、はい、もうどうしたらいいんだろうっていう、うん、それこそ悩んでる人を応援したいの。なるほど。一生懸命前に向かって走ろうとして、何を足止めてた、また今日も食べちゃう、それをどうやったら食べられないようにしますとかいう人間を私は応援しない。勝手に食ってな。はい、そんなのだってもう本当に一生持てないよ。そんなやつはもう出てってください。欲の塊だから。そいつを責めるしかないって。欲の塊なんだよ。今すぐもう出てってください。もういいそんなやつと話はしたくない。そいつを責める時間が長いよ。わかる。長いよな。今その目覚ます時だよ。あんたの。分かったって。悩んで悩んでどうしようってテンパってる人のことを応援したいの。泣くってそいつら。チートデイの後どうしたいかっていうの悩んでんだから、はい、まず栄養取りすぎちゃったってことは、糖質制限したらね、糖質っていうのは水分をたくさん取っちゃいますということはどうなるかっていうと、次の日むくみます。あー、なるほど、はい、体に水分をいっぱい取り入れちゃうから、取り入れちゃって、はいはいはい、チートデイの次の日はむくむ、むくみます、はい、だから体重も増えます、テンパります、テンパります、むくんでます。むくみは何ですか？塩分、水分ね。水分、また水分をむくんでる、むくみを取るってことがまず大切、はい、ただ水分を取らない、じゃあ絶対にダメ。いっぱい水飲んでください、はいはい、水を飲んで代謝を上げて水分を出す、余計な塩分を出すっていうことが大切、うん、だから水はたくさん飲みましょう。なんなら1日3リットルぐらい飲んで、3リットル、私はね水分ね大量に飲むのをおすすめしてます。1日2リットルから3リットル飲んでほしい。これ水、できれば水がいい、水が一番いい、お茶とかよりも、お茶とかよりも。すみません、2リットルから3リットルちょっと飲むのしんどいですっていう人はどうしたら、したらもうやめましょう。ダイエット応援しないとかじゃなくて、それはしんどいことを私たちはやってるし、
別にその楽に痩せようってことを私たちはお勧めしたいわけじゃないんで。でも痩せたいんですけど、2リットルから3リットルのお水はちょっとしんどいですよ。あ、そっか、じゃあもうやめよう。だってしんどいとか分かってることだから。そうだぞ、こんなやつは知らんぞ。じゃあどうしたらいいかなっていうぐらいだったらもうやめよ、そんなの。やめちまえ、そんなやつは。基本の木だから、そこはね、出てけ、そんなやつは。水分はもう2リットルから3リットル自分の中で目指して飲むってことが大切。一気に一気飲みじゃないよ、1日かけて飲んでいいから。それはそうだね、うん、むしろこまめに水分を取るってことが大切。大丈夫かな、まだついてけてる、ついてこうと思ってる。置いていくぞ、そんなやつは。知識あんまね、大工教師みたいなやつ。そんなやつは置いてくからな。うちらはね、そういう甘ったるいダイエットはおすすめしてないんで。そういうチャンネルもあるんで、ぜひそこに行ってください。そうだぞ、行っちゃうぞ、本当に。努力、だって努力して痩せたもんね。そうだな、結果はちゃんと出てますんで。その楽して痩せれるとか言った方がいいんじゃないの。いや、だから楽して痩せれるっていう方法は正直言います、なかったです。あの、調べたけど自分も結果行き着いたとこはなかったです。なんか変にさ、リンゴを食べただけで痩せるとか、そんなダイエットしたいんだったらもう他行ってください。失礼します。ちょっとね、厳しいこと言ったけど、でも、はい、その前向きに頑張ろうと思ってる人多いから、うん、だから私は逆に正しいことというか、知ってる知識とか私が痩せた経験を伝えたいんです、はいはい、むくみを取ろうっていうことなんだけど、むくみを取るのには水分をまずたくさん取ることっていうのは必要なこと。一つ目、トマトとかほうれん草っていうのはカリウムっていう栄養素とかがあって、体の余計な水分を出してくれる作用があります。塩分を抜く作用があります。ほうれん草とかはしっかり取っていくといいです。あとトマトとか、トマト、はい、で野菜をね、たくさん取りましょう。そしたらおのずと水分も取れますんで、まあ、タンパク質も大切な成分なので、タンパク質はしっかり取った方がいいです。というのも、まあ、体を作る部分で一番メインとなるのがタンパク質なんですけども、肝臓とかもタンパク質でできてたりとか動いてたりするので、鶏の胸肉とかさ、次の日も取り入れていくってことが大切です。取り入れていくの、今鳥は鳥、取り入れ、体に取り入れていく、どっちの鳥だったの。両方。そういうのも入ってるの。両方です。両方だぞ。なんでそこ、これ両方じゃないと思うんだったらもう帰ってください。両方だぞ。そこ圧かけてくんだ。それで帰ってメモっとけ。メモんねって。有酸素運動とかをしていくのはとても大切、はい、なんでもうウォーキングでいいよ。1日30分以上のウォーキング、ランニングでもいい。でももうやっぱさ、うちらポチャ女子は膝いっちゃうから。まずはね、うん、ウォーキングから。そうだから、私はいきなり走れとは言わない。もうウォーキングでもう散歩でいいよ。1時間ぐらい散歩しようよ。ストレスもね、運動することでストレスも解消できるし、ウォーキング、あとね、お風呂に浸かることもね、おすすめしてます。代謝を上げるし、体温を上げることで、はいはいはい、やっぱりこう内臓の動きも良くなりますから。あー、なるほど。血流が良くなって。お風呂はいろんな浸かり方があるんだけど、うん、私は少し厚めのお風呂に3分から5分ぐらい浸かって、で出て、でその間に体とか洗ったりして、うん、でまた使って、で出て体を冷まします、うん、でまた3分から5分、だから3回ぐらいそれをやってほしい。すると代謝めちゃくちゃ上がるの、それやると1時間ぐらい走ったことになるぐらい、カロリー消費してますっていうところもある。本当にカロリーも消費するの、それネットの説だから分かんないけど。いや、でも確かにすごい汗もかくし、お風呂はやっぱりいいと思う。お風呂ね、うん、食べて、じゃあ次朝昼晩と食べますかって言ったら、胃がさ、もうとにかく負担かかってるの。朝はもう本当にお味噌汁とかヨーグルトとか、胃に負担かからないもの食べた方がいい。昼も同じような感じの方がいいかな。で、晩にやっぱりそういうほうれん草とか、まあ朝昼晩でほうれん草とかの味噌汁とかさ、うん、飲んだらいいんだけど、やっぱり夜まではそんなに食わない方がいいかな、リセットするために、はい、次の日いきなりさ、鶏の胸肉食べて野菜もいっぱい取り入れてってやると、胃がずっと負担かかっちゃうから、はい、夜に向かって少しずつ食べていきましょう。いきなり食べるのは中止。ほうれん草の味噌汁飲むぐらいがちょうどいいかもね。すごいいいね。ほうれん草とトマト味噌汁に入れたら一番いい、うん、あ、次の日やったから OK じゃなくて、うん、次の日とか意識していかないとダメよっていう。だからこっからまた戻す作業です、食生活は、はい、だから甘く見ちゃダメよ。そうだぞ。基本チートデイの前のスタンスを変えないように、焦らずっていうのが一番大切かな。具体的にやっぱメニューとかも聞けたから、とりあえずほうれん草とトマトの味噌汁。ほうれん草とトマトはすごいいいから、ほうれん草とトマトの味噌汁作るのちょっとめんどくさいですっていう人はどうしたらいいですか。あ、
やめようか。ダイエット、そのめんどくさいっていうワード出ちゃった時点でもうアウト。ごめんね。めんどくさい人はもうやめてくださいダイエット。待ってるんだ。え、めんどくさいはダメだよね。何を待ってされてるの。ほうれん草とトマト嫌いですとかなったらちょっとね。それはしょうがないよ、ね。お互いじゃあもう少し違う食材も考えましょうとか。それはしょうがないと。嫌いとかだったら。嫌いはしょうがないと。嫌いはしょうがないと。アレルギーとかもそれはしょうがないと。無理してもしょうがないと。しょうがないとそれは。めんどくさいは？めんどくさいは違うぞ。あんま垂れんな、うん。またほうれん草トマト嫌いですって言ったら、じゃあ私も一生懸命別の買う食材を探しますんで。探してもらっていいですか？っていう人は。それはみんなに発信していきたいから私も調べるよ。面倒見いいぞ。面倒見はいいよ。面倒見主義だぞ。ただ単純に突き放してるわけじゃない私、うん、面倒くさいはやめよう。ここの問題だから。それ帰れ。え、帰れ。面倒くさい、ね、帰っていいよ。面倒くさい子は帰っちゃう。このまま帰っていいよ今日。どうする。はい、おかしく今決めて。面倒くさいか面倒くさい。帰れ帰れ、もういいよ帰れ。ほら帰れよ。やります。いや帰っていいよ。やります。めんどくさいんだろ。帰っていいって。 やらせてください。本当にやるの。じゃあまあじゃあ明日からまたじゃあ見せてよ。わかりました。私たちもあなたが頑張ってるんだったら応援するから。いや帰れ。え、厳しいよ本当に。やります。いや帰れ。やります。帰れ。先生たちがその言ってること違うの何なんですか。そうおかしくないですか。まあだから一度そのもうめんどくさいとかそういう風に言ったら突き放しちゃうから。帰れ。でも帰れって言われるよ。でしょうがない、今日は帰るしかないかもしれない。でも、うん、明日からあなたの態度で先生の意見も変わるよね。ああ今日は帰れ、はい、一旦帰ってまた戻ってくるのめんどくさいってちゃんといます。めんどくさいで私たちとダイエット付き合っていこうって言うんだったら違うよ。いやもうちゃんとやるんで。わ、この二人めんどくさいっす。一回帰って戻ってくるのめんどくさいとかじゃないもんね、うん、そうだぞ。そうやります。やるのね、はい、じゃあ私はまあとりあえずいいよ。スタミナ先生は今日は帰れって言ってるから明日からじゃあちゃんと切り替えてさやってくれればいいから。今日は一旦帰って、はい、明日また戻ってきます、うん、そうしよう。また明日から教えてやるから。先生もだって一丸とその帰れって言ってるわけじゃないからね。ちゃんと思いやりがあっての帰りだから。ごめんなさいね。あ、いいです、すいません。ということで今回はねチートで暴飲暴食した次の日どうしたらいいのかっていう話だったんで、ぜひね、まあ、コメントとか質問とかお茶女子ならではの悩みとか愚痴もね聞きますんで。来週は何教えてくれるんですか。来週はもうもちろんねコメント次第なんで皆さんが気になることを教えてくれる。可愛い服着たいもん。おしゃれしたいだろ。はい、着たくないのか。着たいです。イケメンの彼氏作ろうね。おう、チャンネル登録グッドダウンよろしくお願いします。バイバイ。お願いします。おグランド走ってこい。有酸素運動。